シングルはナンバーアンダーラインアイ、ゴートが初の1位。レコチョクアワード月間最優秀楽曲賞2024年1月度発表。レコチョクアワードとは、対象期間中の対象種別それぞれのダウンロード数を集計し、最も多くダウンロードされた楽曲を表彰するレコチョクオリジナルアワードです。株式会社レコチョク、本社、東京都渋谷区、代表取締役社長、板橋哲、 イカレコチョクはダウンロードランキングであるレコチョクアワード月間最優秀楽曲賞2024年1月度を発表しました。シングルランキングではナンバーアンダーラインアイ、ゴートが初の1位を獲得。ゴートは平野賞、神宮寺裕太、岸優太の3人からなるナンバーアンダーラインアイが2024年1月1日午前0時に配信リリースしたファーストシングル。ゴートとは グレーテストオブオールタイムの頭文字を取ったスラングで、スタート地点に立ちながら、今現在この楽曲が完全に、GO と、最高到達点、であるという思いを宣言するラップナンバー。メンバーも、今の僕たちがマジで詰まってます。平野章、全編ラップですが、3人それぞれの個性が爆発しています。神宮寺雄太、この曲は、依存性がありますので注意してください。わらしょうわらしょう、ガン雄太。 と楽曲へコメント。また、映像監督、小玉雄一がディレクションした MV も公開されるなど、話題になりました。週刊シングルランキングでは1月3日、水曜日、発表のランキングから5週連続1位を獲得、1月度の月刊シングルランキングで初の1位を獲得、月刊イレゾシングルランキングでも1位を獲得しました。ゴートは3月6日、水曜日には CD リリースも決定しています。 アルバムランキング1位は YOASOBI、t h e 3が1位に返り咲き。ザ・ブックスリー3は2023年10月4日、水曜日にリリース、テレビアニメ、早々のフリーレン、オープニングテーマ、勇者、2022年2月より始動した。 島本里を辻村水木、宮部美幸、森江とという4人の直木賞作家が原作小説を書き下ろし、順次楽曲を発表していくというプロジェクト、初めての、より生まれた、ミスター、好きだ、海のまにまに、セブンティーン、の4曲、テレビアニメ、推しの子、オープニング主題歌、アイドルなど全10曲が収録されています。2023年10月度の月間アルバムランキングで1位を獲得、その後も毎月トップ5位以内にランクイン。 2024年1月には、昨年末出演した第74回 NHK 紅白歌合戦でのアイドル、歌唱映像をはじめ、アジアツアー、夜遊びアジアツアー2023-2024、十20四、a s o b 初のゼップツアー、夜遊びゼップツアー2024、ポップアウト、公演の映像がメディアで放映されるなど、常に話題を集め、週刊アルバムランキングでは、1月10日、水曜日、発表のランキングでの1位をはじめ、 毎週上位にランクインし、1月度の月間アルバムランキング1位に返り咲きました。レコチョクアワード月間最優秀楽曲賞、2024年1月度、2024年2月1日発表。シングルランキングとは、レコチョクで配信しているダウンロード、シングル、ハイレゾシングル、を合算した総合ランキングです。1位、Go と No.Underline I、2024年1月1日配信開始。 2位、ショーアド。3位、アイドル、ヨ遊ソビ。4位、春、夜シカ5位、アンビバレント、ウル。アルバムランキングとは、レコ直で配信しているダウンロード、アルバム、を合算した総合ランキングです。1位、ザブックスリー、ヨワソビ。2023年10月4日配信開始。2位、アドの歌ってみたアルバム、アド。3位、アンテナ、ミセス、グリーンアップル。 4位、絆絆手越し優也。5位、始まりの風、ウサウサ刀剣男子大編成2023。